地震、噴火、津波に備える地震保険。大手損保会社のコールセンターから代理店営業、さらにはインターネット通販と保険の最前線を経験してきた保険予備校の講師、日吉がお届けいたします。今日は地震、噴火、津波によって我が家の建物や家財が損害を受けた時に備える地震保険についてお届けしたいと思います。日本列島は世界で10枚あると言われている地球のプレートのうち4枚のプレートの境目がすぐそばにある、もしくはぶつかっているところにあります。いわば地球のエネルギーの刷毛口のすぐそばにあるんです。常に活動をしているこの地球くんが突然大きな活動をしたとき、地震、噴火、津波で影響を受けやすい場所に我々の日本という国はあるんです。これらの災害による影響は広範囲かつ破壊的なダメージを与えることから、生活再建に備える地震保険への加入促進活動が様々な組織、団体を通じて行われていることは皆さんがご存知の通りです。どれだけ気をつけようとも防ぎようがない、逃げようもない地球がもたらす災害。今回の動画ではこれらの災害に対して地震保険という金融商品がどのような役割を果たすのか見ていきたいと思います。では行ってみましょう。最初に地震保険は何を守る金融商品なのか確認したいと思います。皆さんは地震、噴火、津波からどのような財産を守りたいと思いますか？ご自宅の建物や家財、自動車などを思い浮かべませんか？地震保険の対象となるのは火災保険で、保険の目的となる建物と火災なんです。残念ながら自動車は対象外なんです。そしてこの地震保険という商品、地震保険だけに加入することができず、火災保険と必ずセットで加入する必要があるんです。なんだか対象外やセット販売、ネガティブな単語を並べていますが、さらに嫌な情報をお伝えすると、契約できる保険金額は火災保険で契約した建物、家財、それぞれの保険金額の 30% から 50% と決まっているんです。つまり建物を2000万円の保険金額で火災保険に加入した場合、地震保険で契約できる保険金額は600万円から1000万円なんです。これでは住宅ローン残っちゃうじゃんと思いますよね。ここで地震保険の大切なコンセプトをお伝えしたいのですが、地震保険は火災保険と違って建物と火災が受けたダメージを 100% 回復してくれる金融商品ではないんです。地震保険は生活再建を支えるという役割を果たす保険なんです。災害で受けたダメージを 100% ではなく 30% から 50% 回復させることを目的とする金融商品なんです。さらに保険金額の上限として建物は5000万円、家財は1000万円と決まっているんです。2011年3月に発生した東日本大震災で、太平洋側にある住宅が津波で飲み込まれる映像をご覧になったことがあると思います。地震、噴火、津波による災害は火事や台風災害以上の広範囲に及ぶこともあるため、リスクが大きく、保険会社は火災保険と同じように家財、建物のリスクを最初から 100% 引き受けるものではないんです。地震保険は被災後の生活をゼロからのスタートではなく、一定の経済的な支援を得てから再建する、そのために経済的な支援をしてくれる保険金融商品なんです。自宅のそばの断層がずれて大地震に見舞われたら、一定のお金は自分で何とかするしかないのか。こんな事実を目の当たりにするとなんだか思考停止したくなりますよね。自腹で対応するしかないなんて、特に住宅ローンの返済がまだまだの時ってきついですよね。新築の家に入居した直後に家が全壊するような災害に見舞われたら、住宅ローンが残るだけなんてもう諦めの境地に入りたいと思いますが、大丈夫なんです。諦めなくていいんです。実は大手の損保会社は地震保険の上乗せ保証特約を販売しているんです。これは地震、噴火、津波による災害から建物、家財を地震保険で 50% まで体力回復させ、さらにこの上乗せ特約で体力を 100% まで回復させることができるんです。とてもじゃないけど家が全壊した時に新たな自腹で家を再建したくないという方は、ぜひこの上乗せ保証特約をご検討ください。保険料はかなり高いと思います。
つまりリスクも高いということなんです。ずっと加入し続ける必要性はないと思いますので、住宅ローンの残高が多い時だけでも加入するというのは選択肢の一つだと思います。ここまで動画をご覧いただいて、うちの地域は高台で地盤がしっかりしてるし、建物も地震に強い構造で、しかもオール電化だしな、まあ大丈夫かなと思われている方、思わぬリスクがまだあるんですよ。それは地震による火災については、自分の家から出火した火災も他人の家から出火した火災も火災保険の支払い対象とならないんです。つまり地震保険でないと保証されないということなんです。たまたま風が強い日に大地震が起き、家の倒壊に伴う火災が発生、火の粉が次々と強風に乗って遠くまで飛び、火災が広がっていく、気がついたら我が家があるエリアのすぐそこまで。このように我が家が高台で地盤がしっかりしていても、地震によるもらい火で家が全焼したら、火災保険では生活再建が一切保障されず、基本的には地震保険で保障されることになるんです。1995年1月に発生した阪神・淡路大震災では、地震発生から1時間以上経過しても火災が断続的に発生したと言われていますが、これは電気機器による火災だったとも言われています。地震の影響を受けて自宅から出火する可能性もありますし、他人の家からの出火に巻き込まれる可能性もあります。こればかりはうんとしか言えない部分があると思います。さて、今回の動画では地震保険が生活再建を支える金商品になることをお伝えいたしました。地震保険の加入は新規契約時だけでなく、契約期間の途中でも付帯することができますので、今からやっぱり加入しとこうという方は、火災保険を契約している保険会社代理店にご連絡ください。地震保険の権利は、年末調整や確定申告時に一定金額が地震保険料控除の対象となるので、少しはお得感があるかなと思います。また次の動画では、地震保険をどのように選べばいいのか、今回の動画を整理しながらお伝えしたいと思います。世の中にあまり知られていない有益な保証もあるんですよ。最後にご案内、公衆保険の募集媒介を行っておりませんので、保険の加入については保険会社あるいは保険代理店にお願いしますね。また少しでもこの動画が役立ったと感じる方は、ぜひ動画に対するコメント、そしてチャンネル登録、いいねをお願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。